本当にありえないですよこれ許せないこんなことは許し難いそんなニュースがですね今朝届きました今季のね秋アニメの中でももう一番人気を争うもう「呪術廻戦」もう人気タイトルですけども「呪術廻戦」と同じぐらいですね 人気があり期待値の高かった神様になった日 p a ワークスさん制作でも p a ワークスさん大好きな方たくさんいると思いますよシャーロット・エンジェル・ビーツその前からもずっと常々ね、えー、たくさん面白い作品を手掛けられてる p a ワーク r さん そして、えー、花屋さんやアヤネルさんっていったね、もうものすごく人気な声優さん、ただ、そのピエワークスさんとかね、豪華声優さんとかではなくて、やはり神様になった日の、まあ、一番の最大のやっぱり、この皆さんの期待値の高さっていうところはどこにあったのかと、それは前田さんですよ、ダーマエさん、前田純さん、もうあの、キービジュアルアーツ、もう PC ゲームの、 もう本当にもう大人気を作った、一時代を築いたですね、もう泣き芸という言葉をですね、もう世に浸透させた、えー、キービジュアルですもう立ち上げ当初から、えー、いらっしゃる、立ち上げメンバーでもいらっしゃる、前田潤さん,、うん。この方がエンジェルビーツ、シャーロット同様に、シリーズ原案、脚本、音楽を手掛けられる、もう本当に多彩な才能の持ち主ですよ。天才ですよ。えー、この今の、 深夜アニメのブーム、誰でも当たり前に深夜アニメを見るようになったブームを作ったのは、まさしくその一人、第一人者の一人。その前田純さんのツイッターアカウントが、もう深夜アニメを象徴する男の一人が、ツイッターアカウントを昨日夜未明、削除しました。 これはあれですよ、皆さん。僕の大好きな j k h h 登山アニメ山のすすめアカウントがややエ h チすエチぎるからといって Twitter 社から凍結をくらった事件。それとは全く異なることですからね。凍結ではありません。アカウントをおそらく手動で削除された。という風に、昨日夜、 ニュースが飛び込んできましたいやーね確かにですね先ほども期待値が一番高かったと言いましたが過去形で最近のここ数話の神様になった日叩かれ方がひどかったですよね。 まあ僕もその一人なんですけども、神様、叩いてたというか、まあ意見を申し上げてたっていう方が正しいんでしょうかね。えー、まあ今、神様になった日でツイッターを検索すれば、すぐ横の検索ワードにつまらないとか出てきたりとかですね、えー、もうつまらないで押したらとてつもないバリ増言、バリ増言だけじゃなくても本当批判的なツイートが並び、えー、もうおそらく大型掲示板でも叩かれてたんでしょう。うん。 さらには聞くところによると、前田さんのツイッターに直接、えー、否定的なコメントを打つ輩までいたそうです。えー、それで削除といふうになっています、うん。まあ、僕が思うことは、うん、いやもうもちろんね、この今のネットいじめだとか、ネットの批判とかで、 えー、いろんな悲しい事件がたくさん起きてる状況でかなりこれってシビアな問題だと思うんですよ正直なことを言うともちろんそのさ抽象的なことを言ってる抽象とか、えー、本編とは関係のないような批判をしてる人間に関しては僕はそれはありえないことだとは思うんですけども大前提うん僕が言いたいことはこの行動は うん、プロフェッショナルではないかなと思います正直、うん、これ過去にもね2008年だと9年だったかなあのクラナドのスピンオフのね PC ゲームを前田さんが手掛けられたんですよクラナド終わった後に「ともえアフター」っていうねともえちゃんのスピンオフルートを手掛けられてそのラストがものすごく批判が集まってうん あのその時はね前田さんねツイッター削除とかじゃなくて当時ツイッターなかったかなツイッター削除とかじゃなくて、えー、職場を2ヶ月間休職したんですね、うん、お休みされたんですね、うん、でそして今もやっぱ心身ともにね本当持病を抱えられてる方ですしもう本当その中でもあのクリエイターとして活動をずっと、えー、長いことやってくださってもう本当に 本当にねわかるんですよ、すすごくねわかるんですよ言いたいこともすごくわかる、ファンの方が言いたいこともすごくわかるんだけども、僕はやっぱり、あのま今、あ、気で言うならね、リゼロの長月先生が同じようにシグルドリーバーとか入られてますし、えー、日暮の亡くの龍吉先生もねやられてたりとか、まあ、同じ境遇のあの、 アニメではない畑の人たちの、えー、そういう広報的な意味での活動もね、ツイートするとかね、放送前にツイートするとか、そういう活動もある中で、やはりこのまだね、確かにつまらないですよ。神様になった日は今現状ね。最終回でも盛り直す、盛り返すことは多分ないと思うよ、僕は。この急展開すぎる、 ストーリーリだとか、えー、今までのキーの言ったら時代に逆境したようなファンタジー要素そこのがいい働き方をすればものすごくいいアニメでストレートに泣けるアニメにはなるんだけどもそれがやっぱり悪い働き方をしてるどうしてもそこにも無理やり持っていってしまってる今回の神様になった日っていうのは結論から言うとつまらない作品で終わると僕は思ってますし もうほぼほぼ終わったものだと思ってます。正直なこと言うと。ただね、前田さん。ただね、前田さん。それはね、良くないですね。うん、今まだ、p a ックスさんが現場でね、ま、もうできたんでしょうけど、うんまあ、最後まで諦めずに作ったわけですから、十二話まで、うん。そこの放送のツイートをせず、 えー、DVD ブルーレイの販売だとかそういう告知をせずプロとしての、えー、役割を果たさないままトンズラするというのはそれは良くないと思います僕はうんかりますよ前田さん気持ちはすごくわかるねそれはもちろん僕が今言ってることっていうのは真っ当な、えー、評価真っ当な批判っていうのを得られた時であって絶対 絶対に心ないコメントがやっぱり目についたと思うんですよね。うん。前田さんはオワコンだとかいうコメントもおそらくあったんじゃないですか。うん。あの、抽象なコメントもめちゃめちゃあったんじゃないですか、前田さん。うん。それはすごくわかりますよ。俺だってまあ、一応人前出てね、こういう動画撮らせていただいてる身分の人間なので、あの、そういう批判はあります。得てしてない批判とか、批判というかもう、抽象ですよね。うん。こう、もう、 石を投げつけられるどころじゃなくて、もうナイフを投げつけてくる人間、銃を撃ってくる人間ってのはたくさんいて、その度にやっぱり全て消し去りたくなることっていうのはあるんですよ。それはもちろんね。うん。ただ、そいつらのために作ってるわけじゃないですから。うん。前田さん、そいつらっていうのはもう除外しましょうか。ある一定数いる、そういう人間のコメントとかじゃなくてですね。 あの本当にキイの作品を今まで愛してて前田さんに敬権してて批判してる人もいらっしゃると思うし、たくさんそして、まだまだ僕がね、こうやって神様になった日つまんないだろうって言って、ものすごく批判してくる人もいるんですよ、やっぱり、うん、いやそんなこと言うなと、うん、まだわかんないだろうと、どこが悪かったんだとか言ってくる人もたくさんいらっしゃいます、僕,僕が目の当たりにしてます、それはそういう応援してくれるファンもたくさんいるので。うん ぜひともまだツイッター削除、えー、1ヶ月間期間があります。ツイッターを削除しても、1ヶ月間、えーあの、アカウントは保有されてるので、えー、戻れます。アカウントをもう一回ログインすれば。そうやって戻ってきてほしいです。うん。そして最後まで前田淳を貫いてほしいです、僕は。 そういういうに僕は,思ってます僕はあえて神様になった日のどこが悪いとか批判っていうのは自分のアニメ感想生放送のみの中でとどまらせていただいてるのであのそういうことは言いませんが前田さんがそういう形で消えていくのはものすごく不本意ですアニメファンとしてものすごく不本意です戻ってきていただきたいですねいち早く そして、えー、一番今回の話で一番悪いのは前田さんでもなく、えー、批判的なことを言ってたわけでもなく称賛してる人間でもなくて心ない抽象を浴びせてるクズどもですそれは変わらない、うん、そこが一番悪いこの原因を作ってる根源でもあります前田さんはおそらくつまらないとか批判されたことで、うん、ツイッターを消したんじゃないと思います僕はそう信じてます、はい、クリエイターだと思ってるので最高のはい そして2021年には前田さんがもう本当十何年ぶりに手がけられる、えー、アプリゲームまあおそらくこれもアニメ化に近いんじゃないですかね「サマーポケット」っていうキーの作品と同様にアニメ化に近くなる作品だと思うんでねそこでやっぱりあのー、作品としてのリベンジはそこでお願いします。僕から言えることは以上です えーまあ、神様になっても最終は土曜日今週見させてもらいますが、えー、果たしてどうなるのか、えー、前田さんが、うん、何を作ったのかっていうのもねちょっと見させていただきたいなと思います本当に p エワ a クスの制作者の皆様お,お疲れ様でした